こんにちは。皆さん見てください。新しい玉巻き機購入しました。とってもかっこよくて、木製のリュッケさんの玉巻き機です。今まっちゃんが糸を巻いてるところです。なんかちっちゃくなってぐちゃぐちゃになったやつ巻き直してんね。うん、使い心地はどうですか？うん、いいよ。巻きやすい？うん、軽くてね。なんかね、やっぱ木だからいい感じ。うん、いいね。うん。なんか本当はこれ固定した方がいいんやけどさ、机、うん、うちの家の机ってちょっと固定しづらいやん。うん、だから左手でこの糸を押さえつつ、ここでちょっと押さえて。持ちつつ。うん。一応滑り止めついてんやけどな、下に。なんかやったことないけど石臼とかやってる気分。あー、なるほどね。いい感じだね。うん、この作りがシンプルでめっちゃ好き。うん、木やしさ、うん、かっこいいと思ってさ、うん、一目初めて見た時すごいかっこいいなと思って、うん、もうちょっと暗い色のやつもあったんやけど明るいやつにした。今まで使ってたやつだな。なんか相性が悪くて机にもね、合いづらかったし。そうやね、ね、やりづらかったやから、ね、ちょっと思い切ってね、木製のやつを今回、買ったわけですけど、そう、一番ね、長いこと使ったやつは壊れちゃったからね、うん、なんかね、新しいやつが相性悪かったんだよね。なんかでも綺麗なさ、ちょっと縦長のね、玉になるね。うん、お、ほらほら、押さえてないとね、こっちは滑んねん。うん、押さえてれば問題ないってこと？あー、問題ないよ。うん、なんかね、これすごい面白いなと思って、あの構造がさ、うん、うんね、ちょっとこれ巻き直すね。あ、でもなんだかんだ言ってる間にもう巻き終わり？うん、巻き終わった。いいね、うん、ぐちゃぐちゃになってたからよかったわ、うん、直せて。んで、あそこも取れんのね。なんかな、最初この状態で入らへんやん思ってんの、うん、入らへんと思ってて、お、そしたらこうやってちょっと上げて、うん、この状態で巻くんだって。そうするとこのポチョに、あー、はいはい、ってここでくる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 ってなんねん。あー、うん、あー、すごいっていう仕組みらしい。へー、はい、ということでこの新しい玉巻き機を使ってうちでまたどんどん糸巻いてどんどん編んでいきますのでよろしくお願いします。はい、かっこいい。ここね、見えてなかったけどリュッケと刻印がされております。はい、ということでうちに新しく来た玉巻き機の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。